お待たせしました。よろしくお願いいたします。それでは始めます。まずはじめに新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられました方々のご冥福を改めてお祈りを申し上げますとともに、現在闘病生活を余儀なくされている方々の一日も早い回復をお待ち申し上げております。また日々自らの感染、これを顧みず診察診療に当たっていただいております医療従事者、医療関係者の皆様に心から感謝を申し上げる次第であります。先ほどまだ判明しておりませんでしたが、今日の、検査の結果が出ましたので申し上げますと、今日、全体で23件出ておりまして、累計で199人と今日現在になったところであります。これまでの累計199人のうち退院をされた方が現時点で9名、お亡くなりになられた方が1名それぞれなっているところでございます。さて本日、夕刻でございますが、安倍総理から、本県に対し緊急事態宣言、これが発出されたところであります。本県におきましては、これまで県民の皆様の生命と健康を守ること、これを最優先といたしまして、感染とその拡大の防止に全力を挙げてきたところであります。これまで、県民の皆様へのお願いという形でやらせていただいたわけでございますけれども、今回宣言を発出されたことによりまして、法律に基づく対応というものが可能となったわけでございます。先ほど、対策本部を開きまして、今回の宣言、これを受けまして、また国の基本的な対処方針も踏まえまして、本県の緊急事態措置について決定をいたしたところでございます。県民の皆様にその旨お知らせをし、その実施について心からお願いを申し上げる次第であります。申し上げます。明日から5月6日までの1ヶ月間、これまでお願いをしてきました7つの事項に加えまして、新たに5つの取り組みについてお願いをいたします。まずはじめに、これまでは週末の不要不急の外出の禁止、自粛、そして、接客を伴う飲食店、それから夜間の繁華街への外出、これについて自粛をお願いしていたところでございますが、まず今回の第1番としては、平日、週末、また昼夜を問わず、生活維持のために必要な場合を除いて外出の自粛をお願いするものであります。この場合の生活の維持のために必要な場合というのは、医療機関への通院や食料、医薬品、生活必需品の買い出し、職場への通勤、屋外での運動や散歩といった、そういった生活維持のために必要な場合を除くという趣旨でございます。2つ目でございます。職場への出勤でございますけれども、外出自粛の要請の対象とはいたしません。その代わりに在宅勤務、時差出勤、自転車通勤等、人との交わりを低減するようにしていただきたいと思います。3つ目、不要不急の帰省や旅行など都道府県をまたいで人が移動することは、まん延防止の観点から極力避けていただきたいと思います。またこれは総理も言っておりますが、ロックダウン、これとは異なるものであります。4つ目でございます。感染拡大につながる恐れのあるイベント開催を控えていただきたいということであります。これまで県主催のイベント、これは中止をいたしておりました。この県の方針、これを踏まえてそれぞれの開催者には判断をしていただくということであったわけでございますが、3つの密、密集、密閉、密接、これに深く関わりあるのがイベントでございます、催し物でございますので、その開催については控えていただきたい、このように考えたところであります。5つ目は先ほど申し上げましたけれども、飲食料品や生活需品の小売店と生活が必要な事業、これは供給するが、これは事業は継続していただきますので、
食料や医薬品、生活必需品の買い占め、そういったものを行わないようお願いをしたいと思います。法律を適正に運用してまいります。公共交通機関も通常通り運行もいたします。そういう意味で電気、ガス、水道といったインフラ、この事業もしっかり続けられますので、どうぞご安心をいただきたいと思います。また学校の臨時休業の措置についてでございますけれども、県立学校では現在5月6日までの臨時休業といたしておりますけれども、市町村立学校におきましては、私ども県立学校の措置を参考としながら、地域の実情を踏まえて、各市町村教育委員会において、休業の有無、そしてその期間等について判断をお願いをしてまいりました。今回、非常事態宣言、これはなされたことを受けまして、各市町村においては、この時点で改めて適切な判断をお願いするものでございます。さらに、先ほどの本部で決定したんですが、今回の宣言を踏まえまして、県の組織について、感染拡大を防止するための県民の皆様への協力の要請、また医療体制の整備、そういった今後増大する任務に迅速かつ的確に対応していくために、さらなる体制の強化を県庁内で図ることといたしました。具体的にはお配りの資料の通り、今3つの班を作っておりますが、20人増員して仕上がり45人体制でことに当たっていきたいと思います。今は非常に大事な時期だと思っております。県庁を挙げて対応させていただきます。今回安倍総理記者会見におきまして、今回の宣言について、感染につながる人と人との接触を極力減らす、そして医療提供体制をしっかり整えていくということを目的とするとおっしゃったわけであります。人と人との接触機会、これを最低7割、極力8割削減することができれば、2週間後には感染者の増加をピークアウトさせ、減少に転じさせることができるとおっしゃっておられます。そのための今回の国民の皆様の行動を変えていく、その取り組みが大事だということを強調されたわけであります。私どもも冒頭申し上げました1番目のいわゆる外出の自粛、これが人と人との接触を避ける一番の道だろうと思って、胃の一番にお願いをすることにしたわけでございます。言うまでもないことですが、いつも言っております、県民の皆様お一人お一人がご自身を守る、またご家族をはじめ周りの人を守る、そのための行動というのが1週間後2週間後のこの地域、それからこの日本の国の、その時点での状況というものを規定することになるわけであります。今が大事な時期であります。どうか県民の皆様ご理解とご協力を心からお願いを申し上げる次第であります。よろしくお願いを申し上げます。私の方からは以上でございます。幹事社の読売新聞です。はい、お尋ねしたいんですが、今回休業の要請はしないのか、そしてまたしないとするならば、それはなぜかを教えてください。先ほどの本部でも申し上げましたが、今回の国の、基本的な対処方針、そこによりますと、まず45条の1項で外出の自粛、そこを強く謳っておられます。そのことでもって人々の行動を変えることによって、接触を避けることによって感染を防ぐ、でそのことがひいては医療の提供体制の維持につながっていくと、そういう考え方から、国はまずは外出の自粛規制というのを45条1項からやっていこうということになっております。それを踏まえてのことでございますが、先ほどの本部でも申し上げましたように、今後の感染の状況、それから今やっております自粛、外出自粛、そのお願いの効果、そういうのも見ながらですね、将来、特進特措法の24条、あるいは45条に基づくいろんな施設の使用制限、これについても必要があれば発動できるように、今から準備をしていくということであります。施設の使用制限の発動というのは、この民間事業者への休業の要請というのを含むという理解でしょうか。
論理的には含まれますね。それは将来の問題としてですね。特措法上はそういうことも、権限としては認められているところであります。もう一つなんですが、休校要請なんですが、これは5月の8日までの延長を事実上検討して求めているという理解でいいですか。いや、それは今までそれぞれの実情に合わせてですね、通学区域はもともと小さいと、県立の学生さんと県立高校の学生の通学範囲、ないしはその交通手段、利用の交通手段が違う、そういったことからやったんですが、今回、緊急事態宣言というのは出されておりますので、この時点でそれぞれがもう一回判断していただきたいという思いであります。もう一回判断してどうしていただきたいという判断をしていただきたいということですね。今までのやつに加えて今度の事態宣言が加わったということの状況を踏まえて判断をしていただきたい。感謝から以上です。各社さんお願いします。あ、よろしいでしょうか。はい、NHK の金子と申します。はい、よろしくお願いします。今回緊急事態宣言で、7つの都府県に選ばれたということで、はい、率直に知事としての受け止めをお願いします。はい、昨日も申し上げましたけれども、2月20日に私ども福岡県の最初の感染者が出ました。そこから40日間で29人まで増えたわけでございますが、3月31日から、昨日までの7日間で5倍を超える147人が、前の40日間に加えて1週間で5倍以上増えたんですね。で、今回また今日は20何人増えております。で、そういう意味では急速に、感染者数が増えてきたということ、それから感染者の行動経路をたどっていくと、感染源というのはよくわからないというところが4割を超えている。それから県内大きく分けて4地域ありますが、すべての地域で発生をしてきているという状況であります。で、今日国の専門委員の尾身先生もおっしゃってましたけれども、倍化すると倍になるその日数がですね、福岡県はものすごく早いということが今回の指定の一つの根拠になったというふうにも記者会見で語っておられました。そういうことから昨日西村担当大臣の方に、新特措法の宣言、これについてどういうふうになっているのか、それからできるだけ出して早く出していただきたいと。で、私どもの地域はこういう状況になっています。地域の実情を詳しくご説明をしたところであります。遊牧西村大臣の方から専門家の意見を聞いて福岡県が入ることになったということで、昨日記者会見をさせていただいた、そういう経緯であります。私ども一生懸命やってきたわけでございますが、法的な根拠、裏付けとなる、要請ということになりますので、これは受け取りの側の、受け取っていただく県民の皆様の受け取り方も変わってくると思いますので、今まで以上にその取り組みというものが強化されることを期待しているところであります。感染者数の増加というところで言うと、福岡県の場合は福岡市とそれから北九州市のボリュームと、はい、大きいということがあると思います。現状は理解をしているんですけれども、その上で今後ということでいうと、例えば地域であったり、その対象ですね、個別に行政ですとか指導ということを、していくお考えというのは、範囲というのを広げていくお考えはありますか。ちょっとどういう意味ですか。県内の地域を分けてやるということということも、例えば自治体から要請があったら検討すると、そういったようなお考えは現状、今回の緊急事態宣言が発せられた後、県内の市町村にも対策本部が立ち上がっております。で、我々と一緒になって県民の皆様にこの取り組みというのを浸透させていくわけでございますが、それをやっていく過程でいろんな議論があろうかと思います。そういう意味ではいろんな市町村の対策本部との意見交換とかご意見も踏まえながら、今後どうあるかというのは考えていく。でも何が何でもこうだということにはならない。とにかく事態に合わせて機動的に適切に効果的な、そういった対応をしていきたい、そういう思いです。今のところは全部でやりたい。
先生、あと1点お願いします。はい。まあ、今回、先ほど知事もおっしゃってましたけれども、医療体制の維持、はい、医療崩壊を防ぐということが一つ目的としてあろうかと思います。はい。県内のですね、その民間施設の利用ですとか、自宅療養、はい、こういったところについての方針、具体的な方向性をしています。それに先立って PCR 検査の体制については1日200件は県内で、福岡県内、福岡県の施設でできると。で、陽性例数を入れると400件を超える今検査体制が可能となっております。で、先般発生をいたしました新古文寺北九州の病院の院内感染の時800今検査をしているわけでございますが、そのうちの大分県をはじめ大分、佐賀、熊本で大体180件ぐらい委託をし、お願いをして、前回大分の分我々が同じ以上やったんですけれども、それと逆ですが、それも含めていって、新古文寺のやつはあさってには全部800人のやつが完了する予定でございます。着実に PCR 検査というものを実施をし、陽性陰性の判定をしていくと。で、今後の対応に生かしていくということが一つ。それから医療体制それ自身ですけれども、前から申し上げておりますように、感染症の指定医療機関で一般病棟も入れて100、それから協力入院協力医療機関、これを入れて今週中、もうちょっとしたらもう250確保できます。加えて無症状といいますか、無症状、それから軽微な患者さん、その方が今指定医療機関に入ったりされてますから、本当に重篤重症な方が医療サービスを受けられない、蔓延した場合ね、できなくなるんで、そういった方々については、自宅療養あるいは民間の施設に入っていただくということが可能になったわけでございまして、それで感染症の専門の先生方、専門医の先生方の意見を今日聞きまして、症状のない方、軽症者については宿泊療養で対応した方がいいと、そういうご意見もいただきましたので、早速厚生労働省ともお話をしてですね、そういう方向でやっていこうと、そういう宿泊医療への移行というものをやれるという状態になっております。で、その受け皿ということで、今民間のいろんな宿泊事業者と議論をしておりまして、今日先ほどですけど200床を超えるホテル一つ、具体的な細部の詰めに入っているところであります。これから先他の宿泊事業者ともいろいろ話が進んでおりますので、できるだけ多くのそういう受け皿整備を早くやっていきたい、その努力を続けていきたいと思います。はい、民間通信の休業要請をですね、しなかった理由の一つに、常に経済とのバランスを考えないといけないとおっしゃられてましたけど、はい、そういう経済的な関係というのはあったんでしょうか。国の方の、ね、基本的な方針、基本的な対処方針、それも先ほど言いましたように、経済への影響というのを最小限にするという考え方のもとで、実行のある、いわゆるこの感染の防止というのを打ち出す、その方針を国が出されているわけです。で、それも踏まえて、我々としてもね、まず一人一人の行動が、きちっとやられていくとですね、今の事態は改善できると、そういう思いで、まずこれをしっかりやらせてもらいたいというふうに思っておりまして、自主的にデパート等もこの前の週末ですけれども閉じられたりするところもあるわけですね。で、そういう意味でまずは一人一人の行動、それをしっかり、それぞれ考えて冷静に行動していただきたいと、そっちがまず先だろうということであります。はい、将来的な休業要請、はい、先ほど説明を出せた発言されたと思うんですけれども、大胸のその目処、実に関しての目処がいつか、それはですね、まさに今日の12時からスタートするわけですよね、この新しい措置が。で、それのこれから皆さんにお願いを して回るわけです。で、その結果が、
数字が1週間後とか2週間後で出てくるわけですけれども、そういう数字を見ながら、それからその手前の今までの活動の結果としての数字がこれから明日からまた出てくる、そういうのを見ながら感染の状況、数字、そしてその内容、これをしっかり分析をしていくというのは一つで、合わせて今やっている一人一人の取り組みのお願い、その効果も見ていくということで、そこから新たな措置が、いわゆるあそこの政令に書いているような施設についての使用制限と、中身はいろいろありますよね、そのきめ細かくどういう対応していったらいいかというやつを検討していくということであります。その準備をしておくと、だからいつからというよりはその様子を見れて、急変したらまたいろいろありますから。はい、はい、はい、まあ、そこごとの結果を見ていて休養要請したりとかいうときに、例えばその県独自で、休業してもらうところに何か補償を考えるとか、そういうことも一緒に走りながら、総理もおっしゃってましたけど、休業補償は考えないと、総理も今日はっきりおっしゃって、まあ、はっきりおっしゃって、総理もおっしゃって、国としてやらないとおっしゃってました。いろんな業種業態がありますし、今回のコロナウイルスの対応にあたって、それぞれの影響の受け方が、それぞれの方、それぞれの事業者は違うんだと思うんですね。それで特定のところで補償するとかね、そういったことのバランスの問題も多分国としてはお考えだったろうと思いますし、むしろ今回、中小企業庁というか国の方でやっております、事業中小企業者200万、それから個人事業者100万とかね、そういった当座の資金繰り、そういったものをしっかり支えていくと、でその間、行動をしっかり律していって、成果を上げていくと、その部分が、一人一人の行動がそういった経済への影響、厳しい措置とかいうのを避けられると。いう考え方で、そっちの方を一生懸命やった方がいいと思っています。前にしもね、はい、福岡の感染者が増えている要因の一つとして、クラスターが増えて、院内感染等のクラスターが増えているという実態があったと思います。はい、あります。その辺の対応については今後どうするのか。クラスターはですね、結局行動をしっかり追跡するしかないんですよね。あるクラスターでその施設で発生してます、5人以上発生するということなんですが、そこの誰どなたが原因 でそのどなたはどこからっていうやつをできるだけ一生懸命探してるわけですね。でそれによって上流にたどってどこで感染されたかってやつと、感染したで発症するまでの間どういう行動を取ってきたかによって、周りの方をどうやってその早めに把握し対応ができるかということになりますので、その調査が大事になると思います。それについても一生懸命やっているわけです。はい。宣言が出たらですね、かなり県民の方も不安に思われると思うんですけど、そのいわゆる相談体制というのは、例えばコールセンターみたいなものを設置したりとか。はい。コールセンターについては今検討中です。今はコロナウイルスの相談センター開いて、いろんなところ開いておりますけれども、土日とかね、夜間とかね、そういう意味で皆さんのご不安とかですね、そういったこともあろうと思いますので、それについてはちょっと今早急に今検討を進めているところです。例えば事業者とかですね、特にまあ実際に閉店した方がいいのかとかいろいろあると思うんですけど、はい、事業者に特化したものについても今から事業者特化というか、一般的な窓口に、今回の措置についての窓口みたいなことになろうかと思いますが、今新コロナの関係の相談窓口を開けてますので、で中小企業の方なんか相談来てるわけですよね。でそれは土日も開けてるわけです。土日も電話でやってます。それからフリーダイヤルもやってるとか、そこで対応できる部分もあろうかと思いますが、もう一つ全体として国民の皆さんにお願いしているところもあるんで、そこのところのコールセンターをどうするかってやつを今検討している。
すみません、はい、改めてなんですけども、非常事態宣言、県民の方も非常に関心の高いテーマだと思いますけども、はい、どうしてもこの夜遅い時間のですね、会見という形で、県の対応について公表することになったかと思います。これまでどういう議論をして、なぜこのような時間になったのかというのを改めてお願いします。はい、昨日うちの県も含めて緊急事態宣言が発せられるという情報に接しておりました。で、朝から情報収集を具体的にやって、それから国の方の手続き手順がありますね、専門家の会議、諮問会議をやって、それから決定をして、で本部を開いて、でそこで基本的な対処方針が決まって、それから総理が会見をすると、その一連の流れの中で我々関係機関と調整をいろいろさせていただきながら取りまとめをしていったということです。できるだけ速やかに私自身もやりたいと思っておりますが、そういった手順を踏んでたらこの時間になったということでございます。はい、総理は会見の中で、7割から8割の接触を減らせば今後2週間後で減少傾向にするというような目標をおっしゃいましたけれども、はい、福岡県として今回の取り組みに対して、どういうふうに減らしたいか、何か目標とかがあれば。具体的な目標、数値的なやつは難しい、持っておりませんけれども、総理も専門家のご意見として尾身先生もおっしゃってましたけれども、その接触、人との接触、つまり感染の機会を極力減らすということですよね。そのことを通じて感染者の発生が減らすことができるという専門家の知見として、 7、8割下げれば減少傾向、ピークアウトしていくという見立てでございますので、我々は一人一人の皆さんが今回お願いすることをしっかり守っていただく、そのことを、その取り組みが地域全体で広がっていけば、また深まっていけばね、そういうことにつながっていく、そのように思ってます。今も具体的な目標は持ってないとおっしゃいましたけれども、はい、そうすると今回の政策が、十分なのか、それとももっと必要なのかというのはどういう局面でご判断ですか。先ほど申し上げましたように、感染者数がどうなっていくかということと、感染の経路、それを分析をしていきます。そういったことから総合的に判断をしてという意味で申し上げた。もう一つですね、今後ですね、個別の休業などを要請するという、今後の含みを持たせたら言い方されましたけれども、それについては、今回の国もしくは他の7都道府県都府県と歩調を合わせる形になるのか、それとも小川知事が公権独自の状況において判断をするのか。それぞれの今回皆さんの共通項は、僕は全部は承知しておりませんが、共通項は国の基本的な対処方針にあります45条の1項に基づく、いわゆる外出の自粛、これが基本になっていると思います。でそれに加えて24条あるいは25条で施設に関連する、その使用に関連するやつというのはあんまり出てないんじゃないかと思いますが、ですからそういう意味では地域ごとに、国の基本的な方針がありますから、それを踏まえて地域の実情に合わせてそれを総合的に判断して、それぞれが何をやるかということになろうかと思います。すみません、産経新聞の出席、要請の中の4番のイベントについてなんですけれども、はい、この感染の拡大につながる恐れのあるイベントというのは、何か具体的な基準なりというのは知事なのか。これは3つの密が重なりやすい、そういう状況の中で開かれることが今まで多かったと思うんですね。で県のイベントは大体今中止をしています。で民間もそれに合わせてやっていただきたいということを明示的に、イベントの開催は控えてくださいと、国のや私どもの、イベントの中止を踏まえて判断してくださいというところを控えてくださいと。国の方では3つのカテゴリー別に何人以上とか何人以上とか客が何人以上とかっていうふうに例示してるかと思うんですけれども、はい、これは これに当てはめるってことではないですか。基本的にはそれに当てはまる、それを頭に置きながらやっていくということでございますけれども、ここではそれぞれがイベントについて緊急事態が発生されたことを踏まえてどうするかを考えてもらいたい。
で、まあ、開催する方としてもこの表現だと多分迷うと思うんですよ。なんで感染拡大警戒地域だと何人以上のイベントとかって確かあったと思うんですけれども、それに準じるっていう理解ですか。基本的には準じるとは思いますけれども、ここのところはね、もうちょっと具体的なところを示せれば示したいと思いますけれども、国の方針はこんなになっているよとかですね、そういうのは出すことができますから、ちょっとそこの辺はもう少し丁寧に考えたい。すみません、あともう一個会見時間についてなんですけど、はい、先週のその外出の自粛の要請の時も土曜日の、まあ、夜は遅い時間だったと思うんですけど、はい、まあ、その時の反省を生かすというようなことを一度おっしゃったと思うんですけど、はい、今回、まあ、結果としていきなかったような形だと思うんですけれども、そこのところはね、先ほど言いました手続き手順を踏めていったんですが、一つ一つの、ね、動作行動、これをもう少し時間を縮めるべきだと私自身も思ってて、職場の人間にはですね、これからしっかり効率的にやっていこうということは申し上げております。もう少し時間をください。要するに準備不足だったというのは、いや、用意はしてたやつと、その関係機関、国の方針、それから内閣府とか、そういったところの調整とかね、それから県内の市町村とかね、そういったところの調整、もう少し効率的にやっておけばよかったというところは、反省はしている。はい、その遅くなったことでですね、もうすでにその市内の百貨店の中ではもう、こう一部の一時期休業するというふうな、はい、判断をして、はい、先回りして判断したところなんですが、まさにそのそういったところ、その市のそのこの方針がないわけですけども、自発的に休業しているところとか支援が必要にもなるんですけど、県として独自にこう、まあ、消費施設などへの支援、今のところ考えてない。先ほど申し上げた通りであります。それぞれの事業にとっていろんな影響が出たり、資金繰りとかね、そういった雇用、まあ、そういったものは相談をしっかりやっていく。それから資金繰りについては無利子無担保と安倍総理も言ってました。あれ、それから県では信用保証協会の保証料率を県が全部肩代わりすると、まあ、そういったこともやっていくと。それからそうですね、業種業態によっては当然県の低利融資の対象にしているわけですね。学校なんですけど、はい、地域の実態に応じて判断をという今までおっしゃったところには、その市内町内で感染者が出ているかどうかということに入りますか。入ってました。入りました。じゃあ今回この時点で適切な判断ということは、まあ、これ以上感染者を出さないということが主眼になるので、はい、感染者が出ていなくてもその判断を見直してほしいという、この時点で改めて判断してほしい。これ保育園は入らない。保育園についてはそのまま続けてもらう。今まで、やってる国の方もそうなってただしその解消の仕方とかね、その消毒とかそういうやつは今まで通りですね。いい、それじゃあ、よろしいですか。あ、すみません、NHK の高橋です。はい、施設や店舗のですね、休業要請についてなんですけれども、今日知事が呼びかけた外出の自粛だったり、県民の要請、はい、その効果を見るために、その検証する期間とか、そこは知事の方でお考えのものはありますか。これから先ですね、GPS を使った人の移動とかね、国もこの前やってましたけど、そういうことを多分国としてもやられるんだろうと思いますので、そういった国のどういう調査をするかとも含めて考えたいと思います。その期間に来た1週間とか2週間とか、今知事の方でお考えのものというのは特にない。で、要するに行動と結果っていうのはある程度のタイムラグがある現象なんですね。だから今が毎日が大事だというふうに思ってます。さっき200床を超える宿泊事業者と話したんで、はい、これは一つのホテルで
今は一つのホテルです。で、この他のホテルともいろいろやってる。福岡市内とかなんかちょっと山間部みたいなところで。県内っていうだけしといて。すいません。民間医療に移行する時期なんですけれども、うん、例えば州内とかそういったことは、これはね、民間の宿泊施設としっかり合意をしていくということと、その療養していた体制を整えるということが大事ですから、厚労省が決める基準がありますので、その基準を今満たすその条件の整備も含めて合わせてやっているところですから、整え次第やっていくということであります。はい、いいですか。じゃあよろしくお願いします。